三国港駅は福井県堺市三国町宿一丁目にある越前鉄道三国あわら線の駅で同線の終着駅である。駅番号は E44。駅舎、ホームは線路の北側に設置されている。短式ホーム一面一線を有する地上駅で土日祝日の9時16時10分のみ駅員が配置されている。 木造平屋建ての駅舎であるが2010年3月に改修された。この改修は旧駅舎の建材を利用して同じ構造に仕上げたものである。改修前の駅舎は国有鉄道三国線時代の駅舎を利用したため越前鉄道による改装を受けているものの窓口などに当時の面影を残すものとなっていて待合室として使用されていた。また、 国鉄時代の面影は、ホームの有効長にも見られ、越前鉄道の他の駅と比較しても長くなっている。線路はホームを越えて続いていて、留置線として使われている。本線部分との境界には、入れ替え信号機が検証されている。この留置線で、夜間対白が設定されており、停止位置目標が設置されている。別に側線が設置されているが、 花火大会の臨時列車用として使われている。令和元年堺市統計年報によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。県道7号から駅舎全体を望む、もともと三国港の貨物取扱いの駅として設置され、福井県漁連や海水浴場など海岸に関連する施設に近い。三国港一帯は港オアシスの登録をしていて、 当駅は、港ワシス三国港の構成施設の一つでもある。駅正面に駐輪場、南側の福井県道7号三国東人房、阿原線に面して、市営駐車場がある。また、福井県道7号三国東人房阿原線を渡った先には、くずり川の日本海への河口が迫る。ただし対岸へは、国道305号の新保橋まで出る必要がある。 駅東側にあるメガネ橋は国登録有形文化財となっている。なお、メガネ橋は2014年に放送されたテレビアニメグラスリップで三国港駅と共に登場している。越前鉄道三国あわら線快速、普通三国駅三国港駅、ABCD 安田、松本2017、P10、ABC 鉄道の猛町線って何 余剰を書き立てる全国48路線。日刊 SPA2020 年6月14日、閲覧。川島 2010P86、朝日 2011P9AB、福井、越前鉄道の三国港駅が、改修完了、対象のぬくもり残す。中日旅行ナビブラヒト。 <ッ> h t t p s t a ッ i c h u n i c h i c o j p o d e k a k e 1 0 0 4 0 5 f u k u i h h t m l 2 0 2 0年6月14日、閲覧。越前鉄道公式サイト。平成30年堺市統計年報交通。通信。堺市情報企画課 2020年6月14日閲覧。メガネ橋福井県の文化財文化遺産オンラインメガネ橋文化庁2015年12月13日閲覧。絶景日本一周80福井三国公駅のメガネ橋が愛らしい日刊スポーツ2019年10月1日閲覧。ありがとうございます。